析して艦隊編成を考えてみたのだが、どうだろうか。よし、早速艦隊編成に取り掛かろう。戦闘モードに移行。総員戦闘配置。戦闘モードに移行。巡航モードに移行。戦闘モードに移行。機関全速前進。戦法には持ってこいというわけだ。それにしても早すぎますよ。火器管制システムもパニックを起こしかけてます。どうやら決まったパターンで動いているようだ。それにあれだけのスピードと機動性を持っているところからすると、無人の攻撃艦艇なのかもしれんな。敵高速艦隊別動隊の方へ向かっています。敵の狙いはヤマトではないのか。手足をもいでいく気だな。クソ、
何とかしなきゃ。暗黒合戦に進入。前期レーダーは使えんぞ。気をつけろ。こちら山本、敵部隊を撃破、全滅させたぜ。敵への追撃を開始。目標を追尾しろ。目標を追尾しろ。自動操縦装置セット、敵への追撃を開始。発色矮星に光が。矮星に強烈な熱核反応。これは熱核反応か。まさか。発色矮星爆発、衝撃波が来ます。衝撃波到達まであと30秒。くそ、なんだって言うんだ。各駅閉鎖、総員退職準備、急げ。こちら春蘭、交戦中の敵部隊を撃破。
攻撃波だって。くそ、前期エンジン停止だ。生命維持装置以外を全てロックしろ。急げ、凍結モードにして衝撃波をやり過ごすんだ。それが一番ダメージが少ないはずだ。暗黒合体に侵入、近距離レーダーブラックアウト。どうやら持ちこたえたみたいですね。小さな褐色矮星だったから助かったな。この距離だ。もっと大きな恒星だったら一瞬で蒸発してしまっているところだぞ。古代さん、コスモタイガー隊との連絡が途絶えました。なんだって？そうか、今の衝撃波で。クソ、関西機程度の走行じゃ今頃。諦めるな、そう簡単にくたばるような奴らじゃない。機体に損傷を受けたまま宙域を漂ってるかもしれん。相原、全力で捜索してくれ。了解。敵の高速艦の残存艦も今の衝撃波で大破した模様ですね。しかし、なんでいきなり爆発したんでしょう。褐色矮星は自力で核融合反応を起こすことは不可能だ。考えたくはないが、敵が爆発させたという線が濃厚だろう。敵が？敵艦隊が無人だとすればなおさらだ。向こうには人的被害は何も出ないんだからな。じゃあ敵は我々を沈めるためだけに星一つを犠牲にしたと。あの程度の褐色矮星なら爆発の影響も1000天文体以上の距離までは広がらない。他の宙域にまだ敵が控えていたとしてもそこまで衝撃波は届かん。展開している無人艦さえ計算から外せばこの宙域にいる我々だけにダメージを与えられる絶好の罠というわけか。くそ、なんて奴らだ。ガス帯付近に空間歪曲反応を感知、敵がワープアウトしてきます。何？弱ったこちらにとどめを刺そうという魂胆か。そうはいくか。使用するぞ。こちらシュンラム、新たな敵をレーダーに捕捉、指示を待つ。こちらシュンラム、新たな敵をレーダーに捕捉、指示を待つ。自動操縦装置戦、敵への追撃を開始。こちらシュンラム、新たな敵をレーダーに捕捉、指示を待つ。
目標を追尾しろ。武装艦バッファロービル、応答なし。緊急修理ユニットベータ使用。緊急修理ユニットベータ使用するぞ。緊急修理ユニットを使用するぞ。防衛軍の底力を思い知れ。放出風速前進。緊急修理ユニットベータ使用するぞ。敵撃沈。防衛軍の底力を思い知れ。撃沈。操縦装置セット。敵への追撃を開始。無人高速駆逐艦隊すべて消滅。本星から通信、沢田様です。つなぎ。沢田様、無人艦隊は全滅。ヤマトはうまく切り抜けたようでございますが。それは分かっています。無人艦をコントロールしていたのは私。戦況は全てモニターしています。はっ、出過ぎた発言お許しください。いいえ、よいわ。一刻も早くグローナス准将の仇を討ちたいというあなたの気持ち、わからないでもないのよ。ただヤマトの力がどれほどのものか、
まずはそれを確かめることが肝要。よくぞ我慢してくれましたね、サーダラス。次はあなたの率いる艦隊の力、思う存分に見せてくれてもいいわ。それでは、ヤマトを誘い出し、あなたの用意した部隊で迎え撃ちなさい。正しいこと、ヤマトをなるべく本性から遠ざける位置に誘い込むのも。彼らはまだ我々の本性がどこにあるのか暗中模索している様子。危険を承知でも必ず誘いに名乗ってくるか。心得ました。我が黒色艦隊の威力、キャツラに知らしめてやりましょうぞ。では吉報を待っている。ついに仇を討てる時が来たか。待っておるヤマト。救命ビーコンを感知。コスモ耐え難いの反応です。見つけたのか。全員無事のようですが、かなり流されていますね。10宇宙キロほど後方です。とりあえず生き延びてくれただけでも素晴らしいよ。相原、救命艇を手配してくれ。回収に向かおう。了解。真田、艦の損傷チェックを頼む。被害の状況を割り出してすぐにでも修理にかかってくれ。了解だ。空間歪曲反応をキャッチ。ワープアウト反応です。くそ、まだ来やがるのか。消えましたね。何だったんだろう。俺たちの前にわざとワープ経路を残していきやがった。誘い込んでるってわけか。追いかけたとしても、また敵が次の罠を仕掛けて待ち構えているんでしょうね。だが進むしかない。敵としても罠を張るために自分たちの知らない場所を選ぶことはないだろう。どれだけ引きずり回されても、そこは敵のハントの中のはずだ。何か手がかりが見つかるはず。どれだけ罠を張り巡らそうとも、それを超えて見つけてやる。絶対に見つけてやるさ。ああ、ご覧になって。戦争とか、ヤマトが誘いに乗って出発していきますわ。データも多量に得ることができたし、まあよしというところか。波動砲とやらの威力を見られなかったのは残念だがな。問題はあの融合波紋。ゴルバトの一件を見る限り、敵のタキオン波動兵器は我々の兵器に使用している動力炉との間に大きな反応を起こしてしまうようです。やはりヤマトは本線に近づけるべきではない敵か。ここまで近づけておいてよく言うわ。だがこの件については緊急に対策を立てねばならんぞ、サーダ。お任せを。ですが、それも杞憂かもしれませんわ。清掃と閣下、例のものもあることですし。あの駆逐艦隊の褐色矮星の爆発さえも全ておとり。全く恐ろしい女だよ、お前は。
うまくいけばサーグラス巡視もヤマトと相まみえることはないかもしれませんわね。ヤマト、貴様らが血眼になって探している我が本性がこの銀河のどこに位置しているのか知れば驚愕するぞ。それを知る日は永遠に来ないのだろうがな。